マスク。マスク着用今日から個人判断様々な意見も混雑なら着用。新型コロナウイルス対策としてのマスク着用は13日から個人の判断に委ねられる。羽田空港では12日夜、マスクの着用を呼びかけるポスターが貼り替えられたほか、受付カウンターのパーティションなどが撤去された。日付が変わり、 国際線に乗り込む乗客に話を聞くと、機内でも着用するとの声が聞かれた。大学生、日本だったら、マスクを外さないかな、やっぱり、マスクをしていると安心感っていうのがまだあるのかなと。ロンドンに向かう男性、機内では、マスクを外すことは難しい。周りの人たちの雰囲気を見ながら。一方、 東京、渋谷のスクランブル交差点では、様々な意見が聞かれた。マスクつける人、ちょっと怖いので、マスクを外さないと思う。マスクを外している女性、電車の中ではするけど、マスクしていない人が多いと取っちゃう。マスクの着用は13日から個人の判断が基本となるが、高齢者や重症化リスクが高い人への感染を防ぐため、 厚生労働省は、医療機関を受診するときや混雑した電車やバスに乗車する場合など、効果的な場面についてはマスクの着用を呼びかけている。私のチャンネルを共有して購読するように。